もう本当に2年間全然運転できなかったので、ましてこの新しい車両で運転ができるというので本当に楽しみがいっぱいですけども、やっぱりこうたくさんの方に支援をされているので恩返しができればいいなと思います。はい、今までですね、こうずっと車両を使ってきて、で全ての車両にやはり愛着があって、使ってきたわけですけども、そしてまた新しい車両を迎えるっていうのはですね、なんか新しく子供が生まれたようなそんな感じもあってですね、でまあ表向きというかですね、よく言うのは地域の皆様に新しい車両を乗っていただけるというのはもちろんあるんですけれども、自分としてはこの新しい車両が三陸鉄道に誕生したっていうその思いが一番ですね。そうですね、来ました、ついに。はい、すごい嬉しいですね。嬉しいですね。やっぱり列車って線路に乗っていくらですからね、あと動かすだけです。はい。
そうですね、今までの車両とは違いますね。あのこれがあのスピードを上げるハンドルなんですけども、前までの車両はあのこう回すように操作をしてたんですけども、これはこう手前に引くタイプですね。でこちらがブレーキのハンドルなんですけど、ブレーキもこうこういうふうに横にこう移動させるタイプだったんですけども、またこれも、下げると緩むで、こう手前にやるとブレーキかかるというふうになるので、今まではブレーキかけるだったんですけど、今度はかけるになるので、ちょっと逆の動きになるので、やっぱそういった面ではちょっと慣れるのにちょっと時間かかるかなというところはあるんですけども、あのその辺を含めて4月の運転再開までにはなんとか、はい、線路自体も2年ぶりにあの走ることになるので、まあ見た通りこうピカピカにはなってるんですけども、あの本当にこうちゃんと走れるのかな、あとまあこの車両もちゃんとあのうまく操作できるかなっていう、あのまあ不安と楽しみと本当に入り混じってる状態で運転するかと思うんですけども、はい。三陸鉄道に乗ってください。
あいにくの天気ですけど、まあ、ようやくこの日を迎えられるって感じですね。はい、電線開通までもう少し、はい、あと1年ですね。はい、あとはもう気を引き締めてやるしかないと思ってます。はい、人が多いので今日はちょっとやっぱ緊張しますね。ちょっと安全にちょっと気配りな、はい、ちょっと集中していきたいなと。青い森鉄道は、昨年の10月に、青い森鉄道祭りというイベントを行ったんですけれども、その中でも、三陸鉄道さんの、車両を青い森鉄道線内を、走っていただいて車両を借り入れることでその車両使用料を、支払って復興支援に充てようということを実施させていただきました。これはですね、青い森鉄道に限らず東北の鉄道事業者さん、全てにおいて、今回の大震災の影響を受けていると考えております。でそういったことでも中でもこの甚大な被害を受けた、三陸鉄道さんには今回の、一部運転再開というのはとても私たちも、嬉しいことだと思っておりますし、今後も全線、運転再開に向けてですね、頑張っていただければと思っております。青い森鉄道、三陸鉄道ともに復興に向けて頑張りましょう。おう、自分は高校の時から通学に通ってたので朝一番の、列車で日の出とともに行って、日が暮れて夜遅く帰ってきた思い出があって、自分の子供が今高校生なんですけども、また自分と同じ思いを私の子供ができるっていうことがすごく嬉しく思ってます。はい、
いやできればね、ここ南だから南と北があるから全部つながってほしいね。 JR も頑張ってね、やっぱ鉄道ってやっぱつながってなんぼだからね、全部つながってほしいなと思いますよ。まあこれが一歩だから嬉しいね。だけどね、三陸鉄道頑張ってください。もうこれからがここからがスタートなんで、これから本当にお客様に安心して乗っていただけるような安全運行だけが、それが三陸鉄道の使命ですので、これから頑張っていきます。今日まで2年間、長かったですけども、まずたくさんの方の支援があってここまでやってこれて、でまた運転再開を迎えることができたので、その気持ちと、あとやっぱり今日は本当にたくさんの方がホームとか沿線で手を振ってくれたりとかしてくださってるので、本当にありがたいなっていう気持ちがありますけど、私自身はやっぱり運転手として今日一日無事に安全運転で乗り切りたいなと思います。他の社員もだと思うんですが、やっぱり私も沿線の方や支えてくれた方にやっぱり感謝の気持ちを伝えたかったので、言葉ではちょっと伝えることはなかなかできないんですけど、元気に運転する姿を見せるのが一番かなと思って、今日できれば運転したいと志願しました。たくさんの方の支援があって、このように線路も直してもらって、車両も新しくしてもらいましたので、これを大事にしながら、そして今日のように人がたくさん乗ってくれるように、社員一丸となって頑張りたいなと思います。